起立気をつけ。こんにちは、月のミトです。はい、本日4月18日がガチでヤバいというお話をさせていただこうと思います。事の発端はアメリカの複数の方に無差別に届いた謎のボイスメッセージ、それがこちら。シエラ、デルタ、アルファ、ノベンバー、ガーメッセージはこういった内容となっており、 NATO フォネティックコードという軍事用の暗号で解読したところ、それはあなたにとって悲惨、慎重に避難しろ、彼らは人間ではない。2018年4月18日に彼らが引き継ぐ。そして暗号から導き出されたこちらの数字を座標に入れると、あの2014年にマレーシア航空が忽然と姿を消した例の危険な場所を示していました。ということで、僕は今日おそらく人間ではない何者かによって殺されてしまうでしょう。そしてこの謎のメッセージによって4月18日に何が起きるのか、さまざまな説が噂されています。南海トラフ地震説、第3次世界大戦勃発説、宇宙人襲来説、キリンのチャンネル登録1万人突破する説など、そしてブルービーム計画説。こちらブルービーム計画とは NASA が主導しているともイルミナティの計画とも噂されています。100万再生。その計画の内容を大まかに説明すると、人類を奴隷化するプロジェクトということらしく、核戦争を誘発し多くの人々を殺し、その後世界の空中に巨大な神や天使を投影し人々を洗脳するという計画らしいです。今回の黒幕はウチハマダラなのか、それとも全てはゼーレのシナリオ通りなのか。暗号の内容が人間ではないということからして、宇宙人襲来説が濃厚かと言われているようです。ただし僕は宇宙人は来ないと思っています。もし本当に来た場合は責任を取って水溜りボンドさんが坊主にします。最後に皆さんに一言だけ言っておきたい。キリン TV 俺が、あともう一枚薄手のカーディガンを羽織って出かけるか出かけないかはあなた次第です。堂々とネタパクってんじゃねえ。キリン TV は俺が引き継ぐ。カバカバ。やりますね。